動画のご視聴ありがとうございます。旅する生き物男子、バオシンです。この動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。新しい旅をお見せしたいなと思うんですけれども、現在地は前回と変わらず、会津田島駅なんですが、今回は会津鉄道、会津線のぶらり旅を皆さんにお見せしたいなと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは今回の旅も始めていきましょう。皆さんは祇園祭りと聞くと京都をまず連想されるのではないでしょうか。ところが祇園祭りと呼ばれるお祭りは京都だけではなく日本三大祇園祭りと呼ばれる祇園祭りの名所が3つあるらしいんですね。実はこの南会津町、その日本三大祇園祭りの一つに数えられているんです。南会津の祇園祭りの開催時期は例年であれば毎年7月の下旬となっているんですが、今は3月です。なのでこの南会津の祇園祭りの歴史伝統がわかる施設があちらにあります。ここが会津田島祇園祭りについて知ることができる会津田島祇園会館と言います。この会津田島祇園会館で会津田島祇園祭りのことを知ることができるんですが、事前に施設の方に電話で問い合わせをしたところ、写真撮影は OK なんですが館内における動画の撮影はご遠慮くださいということを言われましたので、僕が中に入っていくつか写真を撮ってそれを皆さんにお見せしたいなと思います。こちらは、ハデウガ神社と言います。会津田島祇園祭りととても関係の深い神社なんだそうです。早速、参拝していきたいと思います。お賽銭していきます。終わりました。また会津田島駅戻ってきました。これから会津鉄道会津線に乗って、今度は国の重要指定文化財に指定されているあの宿場へ行ってみたいと思います。Thank you.
これが湯の上温泉駅の駅舎です。これから大内宿行きのバスに乗りますというか、一体どこにバス乗り場があるのやら。これが水友号です。これで大内宿に行けます。というわけで、湯の上温泉の乗り合いバス、猿遊号に乗って、大内宿3度目の正直で来ることができました。猿遊号を利用すると、大内宿にある山形屋さんで、名物の土地餅をサービスで1個いただけるというクーポンをいただけます。さあ、見えてきました。ここが大内宿のメインストリートです。大内宿のことを簡単に僕が知っている範囲で説明させていただきます。大内宿はもともと会津若松と日光今市を結ぶ宿場町として栄えました。鉄道の繁栄とともに宿場町としての勢いは落ち込んでしまったんですが、この大内宿に住んでいらっしゃる人々のご努力によって宿場町の景観が今も維持されています。こちらのお店が山形屋さんですね。先ほど猿遊号に乗る前にいただいたクーポンが使えるのがこのお店です。今準備中になってますんで、後になってから行ってみたいと思います。それでやっぱりここに来たら大内宿全体を見渡せる見晴らし台に行きたいですよね。行きます。もちろんこれから見晴らし台目指しまして、この大内宿全体をお見せしたいなと思います。ここから見晴らし台に上がれるみたいなので、早速向かってみます。ここ見晴らし台ではないのかもしれませんが、見てください。大内宿のすべてがここから見渡すことができます。